皆さんこんにちは。今回は夏に使えそうなセリアのカラージェルをご紹介します。2022年春の新作のカラージェルで今年人気のシアーなお色です。動画の前半では色見本とグラデーション、後半はこのカラーで簡単デザインを5つしてみました。よかったら最後までご覧ください。それではスタート。セリアジェリーオレンジを塗っていきます。どちらかというと赤みが強いオレンジ色です。塗るジェルの量で濃さを調整できる色合いなので、ハケに取る量で色合いがだいぶ変わります。この量はハケの片面をしごいたくらいの通常くらいだと思います。プルンとした感じが可愛いです。セリアジェリーパープルを塗っていきます。とっても薄付きでほのかに色づきます。どちらかというとピンクに近いパープルですよね。ジェル自体の馴染みが良くて塗りやすいです。さっと一度塗りでも綺麗な爪に見せることができます。セリアジェリーグリーンを塗っていきます。こちらもかなりシアーな色合いです。ボトルに近い色を目指すなら2度塗り3度塗りは必須となりそうです。ほのかにグリーン色に色づきました。パステル調のグリーンで可愛いです。ムラになってももやっとごまかせそうなお色です。セリアジェリーブルーを塗っていきます。透明感が可愛いブルーです。少しパープルも混ざったような色合いで、淡い雰囲気が可愛くて個人的にこういう色好きなんです。少しムラになってもニュアンスっぽくていいかもしれません。セリアジェリーアクアブルーを塗っていきます。少しグリーンがかった水色です。綺麗な海を連想させるようなとっても綺麗なお色です。透け感のある感じが夏に使えそうですよね。ムラは少し感じますが、このような色なのであまり気にならなさそうです。全体的にシアーな色なので、自分好みの色の濃さに調節して発色させることができます。なので洋服や小物アイテム、気分に合わせてカラーを楽しめそうですよね。今回は特別にカラー量を増やしたりしないで、普段私が塗っている適量で一度塗りしました。さらにその上に2度塗りしたのがこちらです。いかがですか？重ねた分だけ綺麗に発色しています。それでもしっかりと地爪が透けるくらいの透明感があり、みずみずしい綺麗なカラーです。このシアー感なら他のカラーとも馴染みが良さそうなので、グラデーションや塗りかけ、ニュアンスネイルにも使いやすいと思います。個人的にそういうデザインが好きなので、ご紹介しているデザインが似てきてしまいそうですが、次は地爪にグラデーションをしていきます。私がやっている簡単なグラデーションの塗り方と、それぞれのカラーパターンをサクッとご紹介します。この2色を使ってグラデーションをします。シアーピンクとジェリーオレンジです。シアーピンクを塗っていきます。爪にはあらかじめベースジェルを塗って硬化してあります。今回は下地のカラーをラメ入りのものにしてみました。地爪の血色感が良く、ラメがキラキラで可愛いカラーです。爪全体に塗ったら硬化します。次にジェリーオレンジを塗ります。ジェルの量が難しいと思いますが、私の場合は両面をしっかりしごいてから片面に少しジェルをのせます。この感覚は慣れにはなってしまいますが、常に同じやり方でジェルを取ると適量を見つけやすいと思います。グラデーションの位置はお好みですが、目安として4分の1くらい爪の先端を塗ります。塗るときは根元側から先端にハケを動かしていくと、カラーだまりが少なくムラになりにくいと思います。
塗り終えたら硬化します。先ほど塗ったカラーの半分くらいを目安に色を重ねていきます。この時もハケは根元側から先端に動かします。塗ったら硬化します。セリアのノンワイプトップコートで仕上げます。爪全体とエッジも忘れずに塗ります。塗ったら硬化します。これで先端グラデーションの完成です。このジェリーシリーズはシアーなので、このようなグラデーションもやりやすいです。一色でのベタ塗りも可愛いですが、グラデーションにするとまた違った雰囲気を楽しめますよね。他のカラーもグラデーションにしてみました。色づきの薄いこの4色の方がふわっとグラデーションが綺麗に出やすいです。ジェリーオレンジは他よりやや濃く発色します。今回は色見本として5本とも違うカラーでやってみましたが、これはこれでカラフルに可愛く思います。下地カラーとして使ったシアーピンクがさりげなくキラキラっとして綺麗ですよね。こんな感じで塗るとコンペイトーやシャーベットのようなちょっと美味しそうに見えてしまうのは私だけでしょうか。続いてはジェリーシリーズを使った簡単アートをやってみます。こちらのジェリーブルーとネイルパーツを使います。ネイルパーツは右上のホロ以外はセリアで買いました。ホロはダイソーの6個で100円のものです。まずはジェリーブルーを全体に塗ります。塗ったら硬化して2度塗りしていきます。塗り終えたら硬化します。次にダイソーのホロをのせていきます。セリアのベース&トップを全体に塗ります。そのまま硬化はしないで筆を使ってホロをのせます。ベース&トップを塗ってあるので筆先にちょんとつけてあげるとのり代わりになりホロが運びやすいです。ちなみにこの筆もセリアで5本100円で売っていました。のせたら硬化します。次にシェルを使います。セリアのシェルは大きめなのでこんな感じで手で割って使ってもいいですが、ペンチなどを使った方がさらに細かく割ることができるのでおすすめです。先ほどと同じようにベース&トップを全体に塗ります。ちょんとのり代わりに筆にジェルをつけたら小さく割ったシェルをのせていきます。その後はお好みのネイルパーツをどんどんのせていきます。乗せたらバランスを見て調整します。パーツの配置が決まったら硬化します。その上にベース&トップを塗ってさらにホロを乗せます。何層にもホロやシェルを重ねることで奥行きも出て可愛くなります。ホロはどんどん乗せた方がキラキラします。できたら硬化します。セリアのノンワイプトップコートで仕上げます。硬化したら完成です。ジェリーブルーの透き通った色合いと夏っぽいパーツがとても可愛いです。シェルのモチーフがあるだけで夏らしさが増しますよね。雫のようなストーンやシェル、ラメが角度によって輝いてとっても綺麗です。100均のパーツを乗せるだけでこんなに豪華できらびやかな夏ネイルができちゃうなんていいですよね。手につけてみました。
実際につけるとさらに可愛く感じます。透け感があるのでブルー系でも抵抗なく手に馴染んでくれます。ワンポイントでこのアートを取り入れるだけでとっても華やかになりそうです。乗せていくだけで簡単なので、ぜひ夏ネイルに取り入れてみてくださいね。続いてはこちらでアートしてみます。このネイルパーツもセリアです。ジェリーアクアブルー一色でグラデーションにします。先ほどとは違い、全体が同色になるので全体を塗って効果。次に根元を開けて3分の2を塗って効果します。最後に先端側の3分の1を塗って効果します。そうすることでこんな感じのグラデーションになります。可愛いですよね。次にネイルパーツをのせていきます。レース&トップを塗ります。パーツをのせる部分に塗れば大丈夫です。今回のパーツは少し大きいのでピンセットでのせていきます。バランスを見て良ければ硬化します。セリアのノンワイプトップコートで仕上げます。今回はネイルパーツが爪の根元側に来るので、地爪にするときは細筆で皮膚に触れないように塗ってもらうと綺麗に仕上がります。硬化します。これで完成です。爪の根元側からグラデーションにしたので、先ほど地爪にやったグラデーションとはまた雰囲気が変わりますよね。ジェリーアクアブルーは色自体がすでに夏っぽいですが、このようなアートを少し足すだけでさらに夏らしさがアップします。この雫のようなストーンも並べるだけでとっても可愛いですよね。手につけてみました。南国の海を連想させるようなこのカラー、とっても綺麗な色ですよね。フットネイルにしても夏らしく可愛くなりそうです。このデザインも簡単なので利き手へのアートにもおすすめです。次のアートをご紹介します。使うカラーはジェリーパープルです。オーロラフィルムはセリアで購入しました。まずは下準備をしておきます。このオーロラフィルムを爪の長さからはみ出ないような幅でカットします。もう一色のフィルムも同じ幅でカットします。そして2枚重ねてこのように細くカットしていきます。こんな感じで三角っぽく切るのがおすすめです。ではアートしていきます。ジェリーパープルを一度塗りします。硬化はしないでそのままフィルムをのせます。筆でフィルムをくっつけてのせていくと簡単です。こんな感じでのせたら硬化します。もう一度ジェリーパープルを爪全体に塗ります。先ほどと同じでまだ硬化はせずフィルムをのせていきます。後から気づいたのですが、このフィルムはシールタイプになっているみたいです。だから分厚かったんですね。できたら硬化します。フィルムをのせたらセリアのノンワイプトップコートで仕上げます。フィルムを埋めるようにトップコートを塗っていきます。塗れたら硬化します。今回シールタイプということに気づかずやってしまったっていうのもあって、フィルムの角が気になります。そんな時はヤスリで引っかかりを削ります。力は入れずに優しく削ってくださいね。
指の腹で引っかかりをチェックしながら削っていきます。ペラペラのフィルムだと爪に密着しやすいので、この工程がなくてもトップジェルでしっかり埋め込めると思います。でも引っかかりが気になってもこうやって削れば綺麗に仕上がるので大丈夫です。削れたら粉を払い、エタノールを染み込ませたキッチンペーパーで拭き取ります。もう一度ノンワイプトップコートを塗って硬化させます。これで完成です。2色のフィルムが光の当たり方によって様々な輝き方をします。2層に分けてフィルムを貼っているので不思議な奥行き感があって可愛いです。ジェリーパープルとこのフィルムの組み合わせがとっても可愛いですよね。こういうネイルってずっと眺めていたくなってしまいませんか？手につけてみました。透き通ったジェリーパープルとオーロラに輝くフィルムが綺麗すぎます。オーロラフィルムといえば氷ネイルっていうイメージもありますが、こんな感じの使い方も可愛いですよね。次はこちらを使ってアートします。セリアのネイルパーツとダイソーのホログラム、ジェリーオレンジ、ジェリーグリーン、ジェリーパープルです。まずはジェリーオレンジを塗ります。3色のカラーをストライプ状に塗っていきます。ジェリーオレンジを左側に塗ったら仮硬化します。次はジェリーパープルを塗ります。今度は中央に先ほどのカラーを少しだけ重ねるように塗っていきます。塗ったら仮硬化します。次はジェリーグリーンを塗ります。右側に塗りますが、これも隣の色に少し重ねるように塗っていきます。塗れたら硬化します。今の手順をもう一度繰り返し、色合いを濃くしていきます。順番に仮硬化しながら塗っていきます。だんだん色が濃くなってきました。できたら硬化します。そうするとこのような縦グラデーションが出来上がります。このジェリーシリーズは透け感があるシアーなカラーなので、ぼかしが綺麗にできて、こういうアートにおすすめです。これだけでも十分可愛いですが、さらにアートを加えてみます。セリアのベース&トップをパーツを乗せるのり代わりに塗っていきます。ヒトデのモチーフ、しずくストーン、ダイソーのクラッシュホロをバランスを見ながら乗せていきます。クラッシュホロは大きさもランダムに入っているので、使えそうなものだけを筆に取って乗せていきます。キラキラで可愛くなってきました。アートができたら硬化します。セリアのノンワイプトップコートで仕上げます。濡れたら硬化します。これで完成です。3色の縦グラデーションがトロピカルな感じを演出してくれています。ゴールドの人手モチーフがポイントとなって、夏っぽい雰囲気をさらにアップ。とっても可愛い夏ネイルになりました。手につけてみました。カラフルでも透け感のある感じなので、浮いた感じもなく手に馴染んでくれます。ラメやしずくストーンがキラッとして可愛いですよね。これとは違う3色の組み合わせで縦グラデーションにしても、また違う雰囲気で楽しめそうです。次はこちらを使ってアートします。ダイソーのホログラムとフローズンホワイト、ジェリーアクアブルー、ジェリーブルー、ジェリーオレンジです。まずはフローズンホワイトを塗ります。真っ白ではない絶妙なホワイトで、ラメも入っていて綺麗な白です。塗れたら硬化します。ジェリーアクアブルーを塗ります。
ハケに取るジェルの量は少なくします。このようにちょんとカラーをのせて塗ったら仮硬化します。次はジェリーブルーを塗ります。こんな感じで先ほどのカラーに少しかぶせて位置をずらして塗ります。塗ったら仮硬化します。次はジェリーオレンジを塗ります。同じようにちょんと塗っていきます。少し色ムラを作るといい感じになります。塗ったら仮硬化します。ダイソーのホログラムも載せてみます。セリアのベース&トップをのり代わりに塗ります。塗ったら硬化はしないでこのままホロを載せていきます。このようにホロを載せるときはこの細筆を使ってひっつけるように載せていくやり方が一番やりやすいです。こんな感じに載せてみました。できたら硬化します。セリアのノンワイプトップコートで仕上げます。塗ったら硬化します。これで完成です。塗りかけネイルのつもりでアートしてみましたが、こうして見てみるとお花のようにも見えますね。今回下地カラーにはフローズンホワイトを使ってみましたが、このような白っぽいベースの上にジェリーシリーズのカラーをのせるとまた色の雰囲気が変わって見えますよね。ジェリーシリーズの透け感がまるで水彩アートのように見えます。こういうアートはやっぱりシアーでなくてはできないので、ぜひやってみてほしいと思います。手につけてみました。今ご紹介してきたアートの雰囲気とはまたちょっと違った感じで、大人っぽくておしゃれな印象ですよね。適当に色をちょんちょんちょんとのせるだけで、これも簡単なのでセルフネイルにおすすめです。ふわっと浮かび上がるカラーが可愛いです。いかがでしたか？セリアのジェリーシリーズ、とっても可愛いお色で夏に活躍しそうですよね。ムラができても透明感があるので気にならず、チュルンと綺麗に塗ることができます。シアーなので色の重ねで好みのカラーにしたりアレンジもできそうなシリーズですよね。今回の動画も高評価いただければ、他のカラーもぜひやってみたいと思いますので、グッドボタンを押していただけると嬉しいです。また TikTok、Instagram、Lemonade、Twitter もやっていますので、よかったら覗いてみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。